お世話になっております、マサルです。今回は IoT のセキュリティについて一緒に勉強していきます。今回学ぶ内容です。まず IoT のセキュリティ問題についてお話しします。その後にマルウェア未来についてお話しします。それでは始めていきましょう。 IoT インターネットオブシングスは物のインターネットと訳されて、あらゆるものがインターネットにつながって相互に制御する仕組みのことを言います。 IoT 機器はとても便利なのですが、セキュリティ上の問題がいくつかあります。まず IoT の機器は一般的なクライアント端末のように、機器自体が機密性の高い情報を持つものではないことが多いので、管理者は IoT 機器に対してセキュリティの意識が欠如しやすい側面があります。例えば温度を測定する IoT 機器の場合、温度の情報というのは機密情報に当たらず、管理者としてはセキュリティ対策を行う必要性を感じにくく、適切なセキュリティ対策を怠ってしまいます。攻撃者はそのような脆弱な IoT 機器を攻撃します。 IoT 機器はセキュリティの意識が欠如しやすいので、攻撃者にとっては狙いやすいターゲットになっているということですね。次にマルウェア未来についてお話しします。 IoT デバイスを狙うマルウェアとして未来はとても有名です。未来はランダムな IP アドレスに対して接続を試みて感染先を探します。デフォルト設定でログイン可能な IoT 機器や脆弱なセキュリティ設定の IoT 機器は侵入されてしまい、未来に感染します。感染した IoT 機器はボットネットの一部となり、攻撃対象に対して大量のパケットを送り込む DDoS 攻撃に悪用されてしまいます。未来のように IoT 機器を悪用した攻撃が発生した背景があり、現在は IoT 機器に対するセキュリティ意識は高まってきています。以上、今回は IoT のセキュリティについて一緒に勉強しました。最後に少しだけお知らせです。本動画シリーズが書籍になります。発売日は2023年9月26日。全国書店にて発売します。通信販売、電子書籍でも発売します。詳しくは概要欄をご覧ください。皆さんのおかげで本にすることができました。本当にありがとうございます。これからも頑張って皆さんのお役に立てる動画を作っていきますので、応援よろしくお願いいたします。今回は IoT 機器を狙った未来の話をしました。この中で感染した端末はボットネットの一部になるとお伝えしたのですが、ボットネットと聞くと皆さんは悪意を持った攻撃者のような一部の人が利用できる特別なものというイメージを持つかもしれません。しかしボットネットは皆さんが思っている以上に身近な存在になっています。例えばボットネットを利用できるサービスのようなものが一般の人でも利用できるようになっています。このようなサービスを使うと、技術力がない人でもボットネットを使って簡単に攻撃を実行できてしまいますよね。怖い世の中になっています。我々にできることはセキュリティの知識をしっかり身につけて啓蒙していくことでボットネットを拡大させないようにすることです。それでは今回もご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。